第4動画で個人チャンネルベリタンに検索お願いします。ようこそ。ついに始まりました、てつや大衛星の道。よいしょ、ついに始まってしまいました。僕は東海オンエアズのピッチャーだということでね、いよいよちゃんと野球に触れていこうかなと。メインチャンネルのあの動画だけじゃね、成長もそんなできないということで、普通にガチで練習するそんな機会を作ろうかなということで始まりました。この企画、僕はね小学校の時にソフトボールをやっただけだということで、知識も足りないのでね、今回はこの3人の助っ人をお呼びしました。中学の同級生、御堂氏。御堂氏です。チェンジ。中学の同級生、爆おじ。お願いします。中学の同級生、爆おじの友達、カーシー。この3人が僕の個人チャンネルでね、野球をやっていく上での、まあ、第1回の助っ人だということで、3人とも中学野球部、そして奥の2人は高校も野球部ということで、非常に頼もしい助っ人となっております。としみつとどっちが上手いですか？としみつをじゃあ10として、運動者の野球部は？俺は高校やらなかったから、まあ3。としみつが10ならどうしたら3。まあまあ、まあ、爆おじは、まあ、僕は10。ああ、としみつぐらい。高校もマジガッツリやってましたね。カーシーは？俺も10か。負けず劣らずの。じゃあ実質としみつが2人。としみつ2人と同志もとしみつ 2.3 人分のね、指導力か分からんけどに囲まれてね、これからいろいろなピッチャーとしての1から10まで学んでいこうかなという、そんな動画でございます。いつもねノリでマウンドに立たされるんですけど、何が正解か全く知らないと。所作と所作、ルール、動きがね、からまあ普通に基礎となるストレートというもの、これをちょっと今日は学んでいきたいなということで、野球部の皆さん本当お願いします。お願いします。お願いします。頑張ります。これからちょこちょこ出るかもしれないんでね、覚えておいてください。早速やっていきましょう。よう喋るね。よう喋る、動画なんだよ。よう喋るねじゃねえんだよ。普段こうやってたら喋んないよ。こうやって喋んないけど、これがあるからね。やっていきましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします。さあ、まずはルール編ですかね。本当に何も分かっていない。まずさ、てつやくんは何メートル先のバッターに向かって投げるかとかも知ってる？18ぐらいってのは知ってる。18.44 メートルなんですよ。それやめん。44、そのさ、普通野球界に言いたい。何44。44だよね。絶妙に作られてるからね。でもそう、18メートルで練習してたら、やばい、40センチ。どう考えても短い。そうそうそう、本番の時に44欲しいって言ったら多分点5も言ったよね。18から20からの18からの 18.5 で06っていう瞬間があったんでしょうね。まあまあ歴史が長いですから、従っていきましょう。ああいいね。おニューの本命、今日は野球でか来ないと思うんで、落書きはされないと思います。あ、すごい、しれっ、慣れてるわ、やっぱり。これあれだよね、この線上がここなんだよ、確か。いや、こうだ。いや、そうでもない。あれ、そうだ、うん、あ、じゃあ、大間違い。あ、手前ね。ここね。こっちね。この線でこう来るんだね。うん、そうそう。野球があんまりわからないね、方々も地味に知ることができるんだね。野球人口を増やすっていうね。そう。俺はあの野球そんな好きじゃなかったんですけど、やってたら好きになってきたんで、この動画見て皆さんも感じてください、野球を。この 18.44 の始まり、ここなんす。そうですね。なるほど。一番三角のてっぺんから端っこからこう来て、プレートあった。あ、プレートある。ちょっとここのプレート確かめよう。これがマウンドってやつですね。ここですね。木製だ、木製。温かみがありますね、木製はね。 16? え、大嘘じゃねえかこれ。少年野球。少年野球はこういう長さなんだ。18.44、ここや。一回ここだとして、僕は、はい、聞きたいことがあります。はい、仮にここでやりましょう。はい、板があるじゃないですか。プレートって言ってください。プレート。え、マウンドって何？マウンドは、このもう土が盛り上がって土手ができてるじゃない。はい、そこの自体をマウンドという。ここら辺がマウンドで、そのマウンドの中心にある板がプレート。そう、この板がプレートです。あ、じゃあ一回ちょっとやってみていい？右投げだから右足をプレートにかける、はい、スパイクがプレートに引っかかってこう蹴るときに力が出るから。なるほど。あ、土だけでこうやって踏ん張ると滑っちゃうから、そうそう、これを踏ん張りにしてねっていう。なるほどね。ワインダップするの。これじゃない。それウィンドミル。ウィンドミル。あ、はい。するしないって、それはかっこよさすか。この投げやすさ。てつやの投球スタイルの話。それは今のところないと言っていいから。単純にこの振りかぶりをした方がてつやが投げやすいと思うんだったらそれが必要だし、まあ投げやすくはある。普通はだからあるんだ。普通はする。普通はじゃあだったら右足かけておいて、はい、まあこの胸の前っていうパターンもあるけどね、上に上げない。両方やってみて。ワインドアップ、普通のワインドアップ。で投げる。はい、まあまあまあ、よく見るやつ。上げないやつは上げないやつ、そのまま。
上げた方がかっこいい。上げます。手投げだっていうのをコメントとかでいろいろ見て、下半身の使い方とかをちょっと今日は知りたいな。陸上とかでもそうだけどさ、地面の反発を使って走るっていうじゃん。こうしっかりと地面を蹴るっていう。そう、ただ前にこうやっていけばいいんじゃなくて、なんかガンっていう。そう、下半身が重要ってことを知りませんでした。僕は大事、後から腕がついてくる感じ。後から腕ついてきます。いきなりやできんて。アドバイス難しいな、分かんないな。こっからこう助走付きで投げてみたらね。なるほど、このイメージ。これを止まってやるのやばいな。やばい、もっとアドバイス勉強してからこれ見よう。これやってダメなの。なんてに決まってやり投げたプレートでこれやればいいの。それ大谷翔平がやったらすごそうだ。200キロだね。フィードがあると分かりやすかった。あ、はい、はい、フィードが持ってきてます。あるの？あります。出してよ。まだアップなんだよ。あ、そうか、これアップか。まだアップなんだ。汗かきすぎじゃない。もう行っていっか。もう汗かきすぎじゃない。ちょっと本番行くわ、本番。それでは準備ができたんでね、今からの一発目の投球と今日の最後、この動画の最後のね、比べるために撮っておきましょう。今日の最初いきますよ。今の俺の全力、死んだらごめん。はい、88。まあ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 、こんなもんやろ。こんなもん。今結構全力でしたよ。結構出てるよ。88いい方。すごい。失礼しました。危ない。今俺の顔やばかった。危ないよ。87。こんなもんや。今はアドバイスタイム。今日一日で休息とかどうにかなるもんじゃないの。まあまあ。あれどうした？さっきのてっちゃんの剛速球で破壊された。早すぎた？早すぎた。87キロで破壊された。ボロすぎる。87キロの軟式の球で破壊された。そんなミットねえだろ。どうでした？今のがまあ一旦俺の一歩目ですよ。球はすごいいいよ、取った感じ。あ、本当？うん、ずしっと重さがあるというか。小学生のソフトでしょ、経験。小学校の長男ソフトと、うん、全然それだったらすごい人でしょ。急速出てるし。でも大エースになりたいもんね。大エース。そう。今この段階じゃ全然ダメなんで。初期段階としては別にいいよね。パワープロの、本当あの入団したての人みたいな。オール G でたまに F とか90ワンチャン E とかある。95キロコントロール F スタミナ G ぐらい。マジで打ちたあんなボール球で出たスピードじゃダメだ。あれ出したいってよ、ちゃんと上に88キロ。コントロールなんぼ今俺。コントロールはありそう。 G ってことはないんだ。 G ではない。 E だな。 E 初期段階では。おい、じゃあ天才じゃん。スタミナは自分的にどうよ。ない。じゃあ G だ。だからもうね、ここ痛いよ。でもそれ肘爆弾。大丈夫、博士にお願いしないと。トゥルルーンが入ってくる。ほんと腕で投げちゃってここがめっちゃ痛い。これを直したい。今ぐらいのパワーで投げれるのは最初の2人ぐらい。野球って27人最低のパワーで知ってる。27人を抑え切る体力はもう最低目標。3球だとしたら81球だよ。81球全力で投げ切るスタミナだけは絶対につける。それやばいぞ。つけます。スタミナが高まるか肘が壊れるかのどっちか勝負。投げ方変えれば治る系の痛みだと思うんだよ。あー、フォーム的なね。のでその辺をご教授いただきたいです。投げ方ね。投げ方ってなんで俺ら投げれるようになったんだろう。考えてやってないもんね。見て自分たちと違うなっていうところを一個一個指摘していただきたい。お願いします。カーシーの試しに。86? ちょっと変わらんやん。頼むよ。お90。じゃあカーシーキャノン俺と一緒やん。停止と一緒じゃん。俺も行ってみよう。もっと足で投げる。足で90。カーシーに勝った。高校まで野球やってるやつに勝っとこー。ほんとほんとだよ。嘘つかないよそんな。壊れてるだろ。壊れてねえよ。見てろ。ナイス。今の86か。
嘘。逆にあの爆押しの投球も見てて、まあ、ストライクだけが一応あの正式記録として残ります。これ全員87節ない。おお、すごい、めちゃくちゃいいやん。全然違う、シューって言ってる。音聞こえるね。いいな、いいな。それ俺のセリフだよ。あー、111。おお、いい球やな。じゃあ、パーシーがいいピッチャーになるためにアドバイスしてくれない？頼むわ。あのね、体重移動が甘い。まず普通の俺のあれね、うん、今やれることの全力ね。この引き付けが甘いかも。この引き付け、ここが硬いじゃん。あー、はい、頭の後ろに、ここね、頭の真後ろに球を持ってきて、でもスナップだけでピッて投げるって練習があるんだよ。ここから投げる。あ、連動が大事って思うと、この1個知らないだけで壊れちゃうから、基礎が大事。今、みんなで話し合いながら考えてたんですけど、大エースって、え、大エースって何？いや、究極のピッチャーへの。でも、球速もコントロールも抜群に良くしていくっていうのが、いいし、キレもいいし、変化球も全部知ってる。だからもうピッチャーのなりたいとこ全部。パワープロだけ 5方向、7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 、
かなっていう。今日1時間グラウンド探してる間走ってた方が近づいた。なるほど。グラウンドサーチめっちゃ手間取ったからな。じゃあまあ今日はこれが第一歩、ビフォー編。最後は御曹司との一打席対決。だってもうこれで抑えれたらさ、まあ大エースっちゃ大エースだからね。勝率10割、うん、プレッシャーエグいね。毎回ゲストに勝っていけばそれはそれで結果として大エースに近づいて、そうね、だその日の最後は絶対対決で終わりたい、うん、そうだね。今日はね、もう何が成長したいやって話ですけど、練習のフォームとかも聞けたし、今後の練習も見えたんで、本日の締めとして御曹司1打席対決やっていきたいと思います。はい、まあ、もちろんですけどストレートだけです。じゃあいきます。プレイボール。うわっ、2ボールって焦る。今のはセコンドどう？翔平の守備が。ありがとう。セカンドぐらい打ち取りました。もう一回行きたい。仕方ねえな。悔しくなってるやん。最強バッターの道。一緒に道始めんな。はい。スワットだ。ナイス。スタート。映ってないけど。映ってないけど。爆押しの綺麗なショート。今のはいい球。ちょっと。ナイス。よっしゃー、打ち取った。セカンドフライ、ショートゴロ、ショートゴロ。結構ファインプレーじゃない今の。映ってないけど、よう取った。よく追いついた。ということで、御曹司1イニングございました。うわ、気持ちいい。俺、立派なピッチャーになります。頑張ってください。すでに応援団が。出しなさい、これ。よいしょ、作ってきました。おお、大エース哲也。もうこれでね、将来の野球選手がね、僕に憧れて生まれることを願って。はい、どうぞ。ありがとうございます。うわ、今人生で一番野球っぽいことしてるよ、これ。あ、ベリタンこれ出るからよろしくね。ボールにサイン書くようになったらもう一人前の大エースだな。え、ちょっとちょっと、もう初日からサイン色紙とボールとグローブでサイン書いていいの？早くない段階。どこがいい？はい、
どうぞ。絶対確保にしますんで。ありがとうございます。頑張って、たくさん使えなね。ということで、鉄矢大エースへの道、課題だらけですけどね、現在の実力は分かったということで、ここから成長をね、どんどん動画外でも頑張ってやっていきたいと思いますんで、うん、今後とも練習お付き合いよろしくお願いします。頑張りましょう。アドバイス全然いいのできなかったんで、練習相手として、大練習相手への道ね、大練習相手としてサポートしていきたいと思います。みんなそれぞれ増資もね、あの大打者、大打者への道大打者っていうの代わりみたいな。あのプロ野球でもコーチ相性あるの。あ、なるほど。だ、一概に野球前から教えれるとは限らない。あ、そう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 。もっともっと実力がついてきた時にまた別の意見も欲しいなってなったらね、そう、出張したりとかして。そう、逆に最初のアドバイスでよかったわ。途中から最低編アドバイス。最低編アドバイス。友達から始めてみんなにこう自慢できるような存在になってきます、ね、いやー、そうなったらすごいね。そしたら最初に教えたのは俺だからって言えるわけでしょ。そうね、初代コーチたちだから。あ、生みの親ってこと。そう、本主みたいな。5年後ぐらいアメリカ連れてってや。任して。うん、5年後。WBC もね、あの絶対あのチケット取ってあげるから見て。これ4年前も言ってたよ。言ってた言ってた言ってた。同じこと言った。まあここから始まったということで、今後も頑張っていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。みんならごめん。はい、もっと足で投げる。足で90! 走り勝った。高校まで野球やってるやつ、勝っとこう。こんなもん、今結構全力でしたよ。